今日はですね、3連休なんで、南アルプスですね、山梨県ですね、それの宝山山ですね、登ろうと思って今夜叉神峠の方来ております。めちゃめちゃ天気です。工程としては薬師岳小屋の方まで行って、まあテント張るなり小屋避難小屋登るなりしてから、次の日地蔵行ってピストンで帰ってきて、南大黒まで降りてテント張って最後下山というか2泊3日で行こうかと思ってます。ここまで一瞬雪があったんで、チェーンを一生懸命履いたんですけど一瞬で終わって、あとすごいチェーンでガタ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 走ってたんで、これちょっと車ぶつけちゃって台車なんですけど、はい、台車で来んなっちゅう話はありますけど、で今日も暇なちゃんくんはで、タックのザクがめちゃめちゃ長くてちょっとこっち細いよね。なにこれ、今日待って、下から煽るからビュー長い前正面めっちゃ見てなんか頭長い人みたいなめちゃくちゃ長いんだけど宇宙に上がれそうだよ。空に上がれそうこれ見るたび笑っちゃうかもしれないはい、行くとで薬師岳が、薬師岳の方向かってきます。行ってきます。はい、やべえ、ぼっかさんだ、ぼっかさん。たまに割れんだよ。どこで平橋のさ、ほう、小屋側から登ってたの。はいはいはい、でこれ使ってたの、はい、ぼっかさんですかそれバカにされてんじゃんそれをおしょくられてんじゃん。はい、夜叉神峠です。登山届出したんで今からスタートです。さっきのなんかアンケート取ってる山岳救助隊の人もちゃんくんのザック長いんで笑ってました。違うよ、テレビさんが悪いだって面白いんだもんあ、はい、ここからスタートです。夜叉神峠まで1時間かな、多分。はい、いい感じです。はい、頑張っていきましょう。あ、綺麗だね。いや、涼しい。風もねえし、天気はいいし、雪は新しいし、チャンクマンのザックは長いし、ちょっと待ってそう、いいよね、上が飛び出てるところかっこいいよね。そう担いでるぜみたいないい天気。じゃあ今10分15分ぐらいかな、歩いてきたんですけど、なだらかな道が続きますね。にしても多分新雪、雪降ったとこなんで、すごいやっぱ綺麗です道がね。あ、青いぞ空が、ほらめっちゃ、なんで青いんだろう、さっき青くなかったのにね。やっぱあれかな、なんか待ってんのかな、寒いから。どうなんだろう、めっちゃブルーだねこれ、めっちゃ濃くね青。すごい涼しいです。はい、もう暑いんで1枚だけですね、ベースレイヤーを。何度くらいかね、マイナス3とかかな。休憩です。今日いいの見つけました。果汁グミ、黄金桃果汁 100%。 めちゃくちゃ綺麗、すごい、すごい雪がついなんか積もってるのいいね、木にね、やっぱね、綺麗。あ、青い空は青いぜ、どこ撮っても綺麗だぜ、白いし。うわ、上も綺麗、ほら、あら、絡む。これなんでこう4本ぐらい生えてる、1本。なんか上がすごいだ。じゃあ、すごいですね、これ山撮るようですか、レンズ。野鳥ですね。あ、鳥か、鳥はだそうですね。今いっぱい来たからね。あ、本当ですか。うるさくしたらどこ飛んでいっちゃいますよね。特にね、ここにはもう聞くいただきっていうね。聞くいただき。あ、聞くいただき、うん、あ、はい、日本で一番ちっちゃい鳥が、さっきも出てきてくれたけどね。あ、そうなんですか。うるさくしたらどっか行っちゃうんですね。そうでもない、まあ静かな方に越したことはないけどねあ、ただ餌を取るのが一生懸命だからね。へえ、そんなに下を通る人は気にしてないから。これなん、どういうレンズ、これ600mm？ 600のテレコンつけて。テレコンって何？大きくなる
コンバーターね。1.4 のテレコンつけて、なおかつカメラの中で 1.5 倍にしてるから1000ミリ以上。すごいっすね。すげえ。Z9。すげえ。重そう。これ持たないと山楽でいいけどね。そうですよね。これ何キロあるんですか。なんだなんだ、4、5キロ。4、5キロ。高そう。うん。ちょっとね。いいやいい願いします。いい願いします。ああ、沼ですか。沼はもうどっぷりでね。沼ですか。温泉掘り当てそうな勢いですか。いくつももう掘ってますよ。すげえなー。せっかくだから。あ、見たい、見たい。これ、四十からですね。うわー、すげえ。何これ。特に今はね、毛並みが綺麗だからね。今の時期ですか。冬はね。へー、いや、何これ。結構ピント、あの、瞳、はい、瞳にピント合わせてるから。瞳って何ですか、あの鳥の瞳に。鳥の瞳にね。瞳 AI？ そうですね。すげえ。え、どこどこ。あ、おお、すげえ。ボケてる後ろ。そこみたいな。めちゃくちゃ綺麗んと、これあれですか、現像するんですか。うん、だからね、帰って現像しないと。カメラ歴何年ですか。何年だろう。50… すげえ、すげえ。すげえ、56年だって。いいっすね。ずっとやれるのいいね。すいません、ありがとうございます。マジで綺麗な道だな。ね。綺麗だね。いや、空青いな、マジで。綺麗だね。うっすらと向こうが見えてますね。あれ何さんですかね、北岳さんですかね。北岳さんじゃない。北岳見えるんだっけ、ここから。そうなんじゃない。いやー、いいね。うわー、もう綺麗だ、ほら。何見ても綺麗だ。ねえ。高谷山って書いてあるな。20分あかんだって。うん。はい、あと3分で八斜神峠の声ですね。はい。青いな、空が。ねえ。青いよ。お、小屋が見えましたぞ。八斜神峠小屋到着です。よいしょ。はい、八斜神峠です。はあ、ふう、綺麗。はい、今八斜神峠で休憩中です。はあ、きつかったね。まあでもステップ切ってあるからね。そうだね、本当ありがたいね。え、まだあるけどね、ちょっと。はあ、でもだいぶなだらかだったよ。はい、今八斜神の後のちょっとした急登登りました。はあ、しんど、疲れた。おい、はあ、気持ちいいな。綺麗、美しいな、色が。富士山がでかい。さすが南アルプス。近いな。やばいよね、この道。綺麗すぎるねえ。ケンスケに後で写真送ろう。こんなに綺麗だったよって、仕事で残念だねって。ケンスケの分まで楽しんどっからねっつって。また行こうねって。うわー、やばい、やばいわ。北岳さんかっこいいよ、北岳。あぶねえ。ここ危ないゾーンだよ、これ。危ないですよ、避けようがないからな。うわ、見て、あれやばい、あれ落ちそうだよ。落ちろ。落ちねえか。いや、怖っ。もう今にも落ちそうじゃん、あれ。めっちゃ綺麗、すげえ、キラキラ。ほら、枝の先がさ、ちょうど道の上だからさ、ほら、落ちそう。え、後ろか。落ちそうでしょ、これ。はい、休憩中です。疲れたね。なあ、だいぶ登ったよね。あ、お腹減りました。
あんな感じの道上がっていってます。かっこいい。すごいよね、なんか光がさ、あっちこっちからね。そして来た時が見え隠れ、はい、そして空は青い。うひょめっちゃ綺麗。綺麗。なんだっけ、杖立峠か。はい、あー着きました。はい、ちょっと休憩しよう。結構あったね、距離が。あー、休憩休憩。今休憩終わりまして、これから越後平の方に向かいたいと思います。多分2時間ぐらいで行けると思うんですけどね、頑張ったら。もうちょっとかかるかな。はい、まあ、登りは続くんで頑張ります。あー、雪降ったばっかだから綺麗だね。ねえ、影も綺麗。おお、太陽もさんさんとって感じ。見て、たまたまなってる前の木。ああ、この青やばいね。だいぶなだらかになったね。ああ、しんど。チャンクマのザックは長いないからず。最長じゃない今回。ああ、きついなやっぱり。あ、長いね。かわいい。めっちゃかわいい。綺麗だよこれ、ほら。うわ、上も綺麗だし。いいねこれ、雪が積もったの、うん、クリスマスな感じがするわ。せいじさん少しお疲れです。はい、めっちゃ疲れます。寝不足。睡眠時間1時間。お疲れです。1時間の睡眠です。これさ、2日目ね、ここでテント張ってもいいんだよ。ここまで降りてきて、青綺麗、太陽も白峰山山も綺麗。はい、ちゃんくまが見つけた奇跡のつらら。すごい、葉っぱ2枚で持っている。いいね。ちょっとなだらかになって、はあ、この斜めの光綺麗だよね、やっぱ最高だねこれ。気持ちいいね。はい、越後平到着です。よいしょ。はい、越後平です。今4時ですね。ちょっと難しいかな、砂原だけまで行くのは。ここから、はい、ちょっとどうするか考えます。はい、あ、今から南尾室小屋降りてきます。しんどいわ。しんどいな、股関節壊れるかも。やばいやばい。はい、南尾室小屋着きました。はい、水汲んで出発準備します。はい、観光到着。息絶え絶え。もう結構いっぱいいっぱい。あー、4時38分だって。50分だと。でも雲が出てんだよね、あそこ、ほら。すっげー微妙。雲かぶると思う、夕日が。まあ、ぼちぼち行くか。焦らず。ね、ぼちぼちしようか。急げないわ、無理だ。そうだよな。うん、水汲んでいこうか。じゃあね。はい。ちょっと、はい、夕日諦めて、はい。ぼちぼちと水汲んでいきます。はい。難しい、これ。考えないと。水汲み中です。時間かかるんだこれな、ね、結構辛くない体勢。辛くなりそう。なりそうでしょ、うん、今水場で水汲んできました。坊さんくんがこのままパッキングしてから八千崎小屋向かいます。寒い、鼻がやばい。はあ、今ですね、南村小屋から八千崎小屋の方向かってますね。はい、樹林帯の中です。はあ、あと多分20分ぐらい着くと思うんですけどね。はい、減点テントバになってますね。避難が空いてればね、多分いいんですけど、ちょっと難しいんで多分テント張ると思うんですけど。疲れた。まあちょっと慌てずゆっくり行こうと思います。それでは。はい、あ、お疲れ様です。
今何時だろうな、7時ぐらい、6時ぐらい、まあいいや、あとで、はい、だいぶ時間がかかりましたね、はい、やっと薬師小屋着きました、はい、コースタイムの倍かかってんのこれね、踏み抜き被害が多かったんで、真っ黒ですね、強いのかったな、はい、で今、避難がついたんで、もし空いてたら入りますけど、なかったらテント立てて、はい、泊まろうと思います。はい、それでは一旦、わあ疲れた。じゃあお疲れ様でした。はい。はい。今避難小屋がいっぱいだったんでテントを急遽立てて、はい、飯食ってます。はい、で、あまりの寒さにチャンクマパニック。うん、ちょっと様子がおかしくなって。様子がおかしくなって。うん、自分でもちょっとパニックになってる。パニックになって。うん誠治さんが優しくしてくれた。そう、俺が優しくしてとりあえず落ち着けみたいな。とりあえず落ち着け、そして俺がテント立ててそこで温まってろっていう、しかもそれさえもうなんか、うん、テント立てなきゃみたいになってくる。みたいな、この寒さをなんとかしなきゃの。そうです、パニックです。パニックになっちゃったんです。はい、雪山怖いって今言ってました。やっぱ夏と比べるとこんなに雪山さ寒いねって言われて、いや寒いだろみたいな今更何言うてんねんみたいな。そこだよね、うん、そう、本当ね、今更だと思う。今更何を言うて、知ってますよね、天白もしてますよね、知ってますよねみたいな、はい、多分ですね、ちょっと思ったよりか薬師岳小屋に来るのに結構新設で踏み抜きも多かったんで時間かかっちゃったんですよね、うん、そうそう、うん、僕も何回も来たことあるんで1時間もあれば全然来るんですけど、普通だったらそれがちょっと2時間ぐらい、うん、倍ぐらいかかっちゃったんで、それでですね多分ちゃんくもお腹減って寒くなって避難小屋入れないってなってパニックパニック、そう、テント立ちたくないとか出てたもんね、うん、そう、パニックです。パニックになっちゃった、はい、で選択肢2つがあって、とりあえず俺 の、うん、テント立てるか中入って温まってろと、うん、もしくはもう上の避難小屋にちょっとあった、なんか中で温まってろと、うん、にしようかと思ったんですけど全く話を聞いてくれ、ね、上はね、行きたくなかった。あ、行きたくなかったの。行きたくなかった。なんで、なんか居心地悪そうだなと。あ、そうなの、うん、あ、そうだったんだ、うん、もう結構もう みっちりしてたじゃん。まあ、ところどころ空いてたけど。ああいうもんだよ。そうか。うん。だって谷川とかのさ、うん、避難小屋なんでさ、俺らテント泊しててさ、うん、強風だからもうダメだっつって、うん、その土間で寝てたもん、玄関で。ああ。普通に。うん。そういうもんだよ。そうなんだ。うんうん。快適やんみたいな。私多分すごいさ快適な避難小屋を、あ、そうじゃない、体験してるの、うん、行ったじゃん谷川の、うん、そうそう、あそこのさ入り口あったじゃん、うん、玄関あそこ寝てたもん健介と快適やんみたいな外より快適やんみたいな風がね、そう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 、うん、そんなもんよ、そっか、避難小屋なんだから、そうかそうか、うん、まあ、風がないから別に何とでもなるけどね、今日なんてね、そっか、うん、うん、別に寒いのは想定通りじゃん、そう、ね、マイナス11とか12とかでしょ、うんうん、で風がないでしょ、うん、まあ想定通りっちゃ想定通り、まあ、ね、ちょっと遅くなったのが想定外だけど、あ、うん、風はあるな、そうパニックだった落ち着いてよかったパニック、パニックブツブツ言ってたもんね、もう政治大変だよ、もうあの政治とかさもうぜいぜい言いながらやってるのになんかブツブツ一人で誰、俺、私が、あ、そう、やばいやばいやばい、あ、寒い、やばい、どうしよう、何すればいいのか分かんない、飯食えって話なんだよ、本当はね本当はね、まず食えよっていう、うん、そうだからさっきコーンスープ飲んでなんとかってやったじゃん、そうだからこれを立てて風遮って、うん、あったかいコーンスープ飲んで、で待っててっていう話を しようって思ったんだけど、うん、そしたらなんか動き出した、動き出したあとやっとっからみたいな話だったんだけど、
まあでもこういうのありますからね。で、記事いい経験ですね。本当いい経験した。はい、今日本当そうだね。なんかね、ちょっと気づきもあったんだよ。何？あの、私早いペースだと全然ついていけないけど、うん、ゆっくりなら、うん、結構もうそこそこ長い距離全然いけるなと思って。ああ、そうだね。うん。うん、それはね、ちょっと気づけて嬉しかった。そうだね。うん、はい、じゃあご飯食べて温まったら、はい、ちゃんくんはもうあのちゃんと自分の寝床はできてますんで。そうなん、はい、安心。安心の、はい、神奈川ワンで寝てます。はい、僕はこれをぐちゃぐちゃになってるんで、あの片付けてから、あとあのテント急いで立てたんで隙間だらけなんで、これ隙間風が、うん、どうするかっていうのは今から後で考えます。はい、そして星取りに来たのに星出てないっていうね。ね、出てるかな、後で見よう。さっきちょっと出てたけどね。うん、いうことです。なんかその星取る気力はあんまないんだけどね。疲れちゃって、ちょっとね疲れたね。うん、いうことです。じゃあこれから飯食います。では、どうですか、ちゃんこまさん。あ、今 GoPro 起動したでしょ。おはようございます。おはようございます。いかがですか、ちゃんこまさん。うん、疲れてるよ。何が、体が、心が。体も心も。おはよう。おはよう。てか全然着替えてないじゃん。着替えてない？え、掃除行けんの？もう行けるよ。嘘？マジで？ダウン着てく、寒いから。あ、そういうこと？うん。靴がカチカチなんだよ、もうすでに。履けなさそう？いや、履けると思うけど、その、俺も心が疲れててさ、もう、ちょっと帰りたいなって思ってるの。え？帰りたいなって思ってる。でしょ、わかるわかる。俺も、うん、どうぞ。そしたらさ、薬師？いや、星取りたいなと思って、もう星出てる？めちゃ出てるよ。あ、そうなんだ。ドローンは飛ばせなくていいの？いや、別に朝は飛ばせばいいかなと思って、もう薬師でいい。とりあえずさ、うん、薬師まで上がって、うん、なんかそこから考えることをするのも、うん、なんていうの、億劫。薬師まで行ったら簡単なんだけど、行くってなるよ。あの、絶対なるから言っとくけど、絶対なるよ。あの、平地だもん、平地。風はそんななさそう。全然ない。どこで撮ろうかな。まあ、とりあえず詰め込んで動けるようにするわ。そうだね、準備して。はい、はい、いうことで、とりあえず屋久島で行ってから、はい、なんか考えます。あの、自分の気持ちと相談ですね。そう、心と体と相談。大丈夫、晴れて景色見えたらまたコロッと変わるから、どうせ。はい、おはようございます。はい、今あの何時ぐらい、6時ぐらい、うん、ちょっと見れない。6時ぐらいです、多分。はい、心が折れた2人は今日は屋久島岳で終わりそうです。はい。で、景色きれかったら心が、うん、あの復活するんで、持ち直すと可能だけまで行くかもしれません。はい。めちゃくちゃ寒いし、あの、僕のテントの中煮炊きしすぎて、あの、雪降ってました。顔が冷たくて。はい。ということで、とりあえず屋久島岳の方だけ向かいます。行きます。うひょー、めっちゃ綺麗。富士山。うん、赤いな、今日。はい。いいね。おぉ。最高やん。富士山でかいな。うん、街明かりすごいね。うん、うわ、赤いなこれ。完璧やん。はい。厳冬期観音岳登頂です。はい、登頂です。ちょっと準備します。あ、富士山ドーンです。はあ、すごい。Maybe I was confused, or did you feel it too? In that room, it suddenly just felt like it was me and you. Cause I forgot about your friend, what's his name again? I really can't recall a single thing of what he said to me. It was just like waking up from a fever dream. When I found out that you have someone else and that she knows about me. What a waste on such chemistry.If I'm not supposed to think about you like this, then universe, cause every single thought leaves your name on my lips.
撮影終わりまして、すごい絵が撮れたと思います。はい、富士山あんな感じですね。ドーンみたいな。ちょっとここから来ただけチラッとしか見えないですけど、はい、今あの薬師岳なんで、今から加納岳の方に向かおうと思います。はい、でちゃんくんは先に行っちゃったんですけど、これなんだろう、アイゼンが落ちております、片方。チャンクマ大丈夫かな、あいつ気づいてないのかな。はい、ちょっとアイゼン拾って持っていこうと思います。